はいどうもこんにちは鈴木聡です。今回は サウンドハウスの購入履歴を2年分遡って見てみましょうということで楽器を演奏する人とかにはおなじみのサウンドハウスというお店の購入履歴を見ていきたいと思いますこの動画をご覧になる方で楽器をやらない方も多いと思うので、まあ、簡単にサウンドハウスというお店について説明するとざっくり言うといろんな種類の音楽用品を安く売っているネットショップでして音楽版 Amazon みたいな感じで捉えてもらえればいいんじゃないかなと思いますはい音楽用品が売ってる 安いネットショップなんで自分も日頃からすごいお世話になってるお店でいろいろな音楽用品を買ってますのでまあ見ていくのもちょっと面白いかなと思ったのでちょっとやっていきたいと思いますでは早速見ていきましょうはいということでサウンドハウスの中に来ましたまず最初つい先日ですけどもシュアーのダイナミックマイク5%を買ってますというのは このの動画の多分最後の方で出てくると思うんですけどすごい安いダイナミックマイクを、まあ、デモの録音とか、まあ、ダイナミックマイクで録音したいやつとかで使ってたんですけどもそれが壊れて音声が入力できなくなりましてでまあこの際だからあまりにまた安いやつじゃなくて低評のあるやつを買っておこうということで SM58 を買いました。 これはですねあの音楽制作ソフトとかで必要になってくるちょっと個人認証のための USB みたいなやつですこれはマイクケーブルですね今防音室を作ったというかまだ修繕中なんですけど作っててでそれにあたり 5m のマイクケーブルが,が必要だったんで買いました次がギターのワイヤレスシールドですね先日野外で ライブやったんですけどその日天気予報が雨でで雨だとこの有線のシールドがちょっと危なかったりする部分があってでまあ今まで使ったことなかったんですけどしかも値段も張るのですごい悩んだんですけど、まあ、危険を回避できるものなら回避しようということでワイヤレスシールドを買ってみましたいい値段がするんですよこれ壊れないといいんですが 25W のマーシャルのデジタルアンプを持ってるんですけどそれを外に持ち運ぶ時用のために楽器運搬用のキャリーカートを買いましたでこれ同時にこの専用のコードみたいなやつも買ったんですけどもこのコードが妙にゴムで伸びてなんかうまく固定できなくて結局このコード使い物にならなくて普通にアマゾンで買ったベルトを使ってるんでこれ買わなくてよかったなってお金無駄にしちゃったなという感じがしてます モニタースピーカーのスタンド。モニタースピーカーというのは音楽のミックスマスタリングするときに確認するために聞くスピーカーのことをモニタースピーカーと言いましてそのスピーカーの高さを適切なところに合わせるためのスタンドです。はい。で、またケーブルが出てきました。これはこのモニタースピーカーのケーブルですね。これがドラムの音源ですね。 バンドを解散してて人ででやっっことになったんで今までもドラム音源はデモとかで使ってたんですけどもドラム音源で正式な楽曲まで作るとなるとちょっと今の持ってるやつじゃ心もとないところがあったんでしっかりした使える音源をということで買いました本当は依頼してお金払ってでも生ドラムを入れてもらった方がいいとは思ってるんですけどやはり費用的な問題もありましてとりあえず音源で代用という感じですでリフレクションフィルター これはボーカル録音するときに不要な残響、まあ、リバーブといいますか、が入らないようにするためのやつです。で、これがマイクスタンドですね。今この音声を撮っているコンデンサーマイクに使ってる低い、背の低いスタンドしかなかったんで、ちょっと高いやつが、背の高いやつが欲しかったんで。 買いましたで次がまたマイクケーブルですねこれは 3m のやつですで次えっ、ー、とこれはリニア PCM レコーダーっていう、まあ、自分が効果音とか録音する時に使ってるレコーダーがあるんですがそのレコーダーをマイクスタンドに取り付けるための変換アダプター的なアーニーボールのギター弦ですはいこれはモニターヘッドホンの替えのパッドですねデフォルトのやつをずっと使ってて 耳に痛かったんでちょっと変えてみました案外,2000案外2020年が少なくて次2019年に行きますこれは確かマイクのこう締めるネジ的なやつをなくして再度買ったやつですダダリオのアコースティックゲームこれは送料無料になる金額に足りなくて数字合わせのために買ったピックなんでくまモンかっていうとあの 普通のピックはいっぱいあるんで、どうせ数字合わせのために買うものだったら、まあちょっと珍しいやつがいいかなと思って、たまたま目に入ったのを買ったという。で、またマイクの変換アダプター。で、アーニーボールのギターゲーム。この辺エレキギターの単品の改元が続きます。1弦、2弦、3弦の切れたとき用です。で、ここで今使ってるコンデンサーマイクが出てきます。で、またギターゲーム。で、EVO ですね。これはあの、ギターをバイオリン的な音で、 慣れせるやつでして口だけでは説明が難しいのでいずれこれが入って楽曲を公開するはずですでヤマハチューナーですねチューナーって結構スタジオとかに持ってくと無くしたりすることがあってこれなくして買い直したやつです またギター弦ばっかりはいこれで2019年終わりこうして見てみると案外なんかこう実店舗で買ったり場合によってはアマゾンで何か買ったりしてるので意外と量がないですねはいで2018年ですがまたギター弦が来ましてでペダルチューナーですねエフェクターとかで一緒に足元に置くチューナーです音楽用の耳栓ですこれはフットスイッチですねボックスのカールコードこれは青を買いました今も持ってます エフェクターーを持ち運ぶためのケースですついでにパッチケーブルも買ってますね。で、この時期確かスライドギターを練習していてちょっと値段がするんですが陶器製のスライドバーですかね。これは持ち運んで外で練習する時用に買ったミニアンプです。ボックスのやつ使い勝手がいいです。またギターゲームかなれのギターシールドですね。安いアナログディレイです。ポップガードですね。歌を録音する時に これがないと息のノイズが入るのを回避するためのグッズですダダリオですねモニターヘッドフォン MDRCD900ST 定番の定番のヘッドホンです今も現役ですエレキギターの改元ダイナミックマイクをつけるためのホルダー譜面台これ前持ってる楽器全部紹介しますっていう動画で出てきたタンバリンですね膜付きのでこれが 背の低いマイクスタンド今も使ってますギター弦変換のシールドマイクケーブルでここでつい最近壊れたベリンガーのダイナダイナミックマイクマが出てきます2018年の3月に買ってるんでで2020年の7月に壊れたんで2円と4ヶ月で壊れたという計算でしょうかここでオーディオインターフェースという、まあ、レコーディングをするために必要な機器が出てきます。 このタイミングで DTM というやつに手をつけてます。はい。で、また耳栓。エフェクターの電源アダプター。これがシールドが外れないようにつけるやつなんですけども、ちょっとこれ、素材が硬くて、で、後から買ったゴム栓のやつの方がしっくりきて、これ結局、使ってないですね。今どこに行ったんでしょう。で、ピックが来て、ホーナースペシャル20のキーが A ですね。多分これが、 自分の中で最後に買ったハーモニカでこれ以降新しいキーも特に勝てないですしそれに特段今持ってるやつも壊れてないんで多分これが最後に買ったやつですこれはキーボード入れるバッグですねまたピックが来てキーボードスタンドでこれ今も現役で使ってるローランドの61弦のキーボードです はい。ということで、サウンドハウスの購入履歴を見てきたんですけども、まあ、音楽をやらない方にとっては、なんだかよくわからないものも多かったと思うんですけども、普段見慣れないもの珍しいものを見るということに、面白みがあるのかなと思ったんですが、楽しんでいただけましたでしょうか。今後もこんな感じで、音楽の話題中心に、いろいろと動画を作っていきますので、ぜひ気に入っていただけた方は、チャンネル登録や高評価ボタンをよろしくお願いします。あと、自分自身音楽活動もやってまして、別の チャンネルがあり、現在アルバムを制作中でして、新しい曲もどんどん公開していきますので、少しでも興味を持っていただけた方は、そちらの方もぜひ覗いてみていただけると嬉しく思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。